今回紹介するのは広島県尾道市にある鳴滝山になります。とにかく眺めが綺麗な夜景スポットです。場所は三原市と尾道市の境にあります。標高は402メートルで、鳴滝山公園駐車場からは10分ほど山を登る必要がありますが、展望台からは瀬戸内海を一望でき、夏には夜景込みで花火を見ることもできる穴場感たっぷりの場所になっています。尾道バイパスの平原インターを降りて尾道市立大学を経由して山を登っていきます。展望台駐車場に近づくにつれて道は細くなりますが、対向車はなんとかやり過ごすことができる道です。駐車場はきちんと整備されており、トイレはありますが自動販売機などはありません。展望台にはトイレもありません。これから山道を往復20分程度歩くことや、展望台で夜景を眺める時間などを考慮して訪問してください。駐車場から展望台までの道は舗装されていません。駐車場のトイレを通り過ぎて道を進んでいきます。展望台まで片道10分程度山を登ることになりますが、街灯などは一切ありません。懐中電灯が必須である以外にも、日中のうちに展望台までの道を確認しておく方がいいと思います。というのも、いくつかの道の分岐があります。駐車場の案内板や登っている時にある看板などに注意しておいた方が良さそうです。また冬以外に訪問する場合は、虫除けスプレーなどは用意しておいた方が無難かもしれません。私は蚊に刺されました。展望台はありますが、展望台の横に整備されているパラグライダーのフライト広場の方が綺麗に草が刈り取られ、見晴らしが確保されていました。ここからの眺めは特に夜景は綺麗で、尾道市内や向島、因島など瀬戸内海の島々が一望できます。視界が良好であれば四国まで見ることができます。尾道市が山々に囲まれているためか、街並みを一望できる場所が多く、どのスポットも綺麗に見えるところが多い印象です。尾道市に訪問した際にはぜひ夜景を見て帰ってください。鳴滝山の説明は以上となります。それでは夜景タイムラプスをどうぞ。